新日本プロレス真夏の祭典、G1 クライマックス、6日大阪大会の B ブロック最終公式戦で、健太、42、が吉橋、41、奥田し3勝目を挙げた。すでに敗退が決まっている両者だが、過去に何度となく構想を繰り広げてきており、因縁は深い。レフェリーが半失神状態の隙にしない攻撃を繰り出した健太は、 吉橋の所持物である棒を奪って攻撃を仕掛ける。しかしこれをかわされると、ロープの反動で自らが棒の一撃を浴びてしまう自爆。一転して猛反撃にさらされた。トラースキックから熊ゴリシでマットに叩きつけられ、急所攻撃も阻止される。トラースキックからラリーアートで吹き飛ばされた。絶体絶命のピンチに陥ったが、 吉橋がカルマを狙ったところを首固めに切り返し電光石火の3カウントをダッシュ。鮮やかな逆転勝利を収めてみせた。試合後のバックステージでは、盟友、として知られる滑覆のいいカメラマンに対し、勝ったろ。負け越しは全部てめえのせいだ。今日は俺が実力で勝ったんだ。カチャいいんだよ、と勝ち誇った。もちろんそれだけで終わることなく吉橋への攻撃を開始。 昨日のブス、吉橋のコメント見た。ケンタが保持する、デファイのベルトのこと、どこのだかわかんねえけど、いやデファイだよ。何がわかんねえだよ。もっと世界を知れ、お前は、と切り捨てると、ほんで前から言ってるけど、言う、タッグのベルトを一人の時に持ち歩くなよ。二人揃った時に持てよ。シングルのベルトかのようにタッグのベルトを、と難癖をつけた。 ともあれこれで健太の G1 は巻く。結局 G1 を通して、俺が本当に振り返って一番何が言いたいかっていうと、スパチャが欲しいってこと、と、身も蓋もない総括をしていた。